どうも、大阪支部長、アイバーでございます。本日、私が制作するキットは、こちら !HG144 分の1、ガンダムジェミナス01でございます。はい、こちらのキットというか、こちらのキャラクターはですね、ガンダムウィングの外伝で、G ユニットっていうのがあるんですけども、その G ユニットの主人公機でございます。はい、20数年ぶりにね、ちょっと企画が再始動ということで、プレイ版で発売したもの、販売されているものですね。はい、どんどんバリエーション機であったりとか追加武装が出てきそうなんで、期待のキットなんですけども、こちらをですね、今回、2つの目標、コンセプトに沿ってですね、作っていきたいと思います。それでは見ていただきましょう。どうぞ。はい、パチ組みした状態がこちら。はい、当時出たキットに比べてだいぶガンダムウィングの作品っぽい、スマートな体型にアレンジされていますね。肩もだいぶ小さくなりました。はい、で今回このキットを使って僕がやりたいことはですね、まずは、前作ハイグレード5で、私がやりましたゴッドガンダムでやりました空気遠近塗装をですね、もう一度、おさらいをしてみたいなと。もうちょっと明度を明るくしてもよかったなという、まあ反省が ありました。はい。で、桜井総統にも、もうちょっとね、赤と青の明度を上げた方が、空気遠近っぽく、よりなったね、みたいな感じで教えていただいたんで、まずはそこをですね、ちゃんとすると。はい。いうのがまず1点。で、あともう1点はですね、関節の部分を複数の色、2色で塗り分けようかなと思っております。関節周りに結構細かいディテールが入っているので、ここをね、塗り分けたりすると、また面白くなるかなと思って。はい、まずは、関節の塗り分けをやってみたいと思います。はい、まずは基本工作なんですけれども、今回このキットは本当にね、塗り分けで楽しもうと思っているので、ここはもうほぼパーティングラインの処理とゲート処理のみですね。はい、目立つようなところのパーティングラインをカンナ掛けで処理しました。はい、合わせ目処理なんですけれども、肩の部分とすねの部分とももの部分、はい、この部分の合わせ目を処理しました。で、腹部に関しては後で、で、頭部にも合わせ目が出るんですけれども、まあ、これはもうちょっと デザインとして、解釈することにしました。はい、ここから塗装なんですけれども、まあ、すべてベタ拭きで、関節のね、塗り分けとかをね、今回重視したいと思っておりますので、まあ、写真を見ていただきながら説明をしていこうと思います。はい、まずはですね、サフを拭いた後、これ肩と膝と足首の関節部分の写真なんですけれども、丸いモールドが共通して入っております。で、ここの、まあ、ディテールの色を変えたいなと思いましたので、まずはここに、モデルカステンカラーのオカプロのカラーですね、スペリオールウォームグレー。はい、こちらを、吹き付けました。で、吹き付けた丸モールドの上から、こちら、ハイキューパーツさんの円形マスキングシール S と M を貼り付けました。僕、このね、マスキングシールめちゃくちゃ使ってます。もうこれ手放せないです。貼り付けた状態がこんな感じ。0.2 ミリ間隔でね、マスキングがあるんでですね、まあ、大体の径は合います。はい。あとですね、もうちょっとその丸以外も塗り分けたいなと思うところもね、これは自分でマスキング切り出して貼り付けてます。で、その上からこの色。まあちょっとこの色って言われてもピンと来ないと思うんですけども。前回の、桜井総統に教えていただいた関節色で、まあ茶色系とグレー系を混ぜてね、こうウォームグレーみたいな色がね、かなりいい色だよっていうふうに教えていただいたんですけども、それをですね、なんとかサーフェイサーで作れないかなと。はい。横着モデリングするときに、ちょっと、いい色やけど、そのまま使えるみたいな色自分で作られへんかなっていう、メカサフみたいなのね、自分で作れないかなと思って作ったのがこの色。普通のサーフェイサーと、オキサイドレッドのサーフェイサーと、あとはホワイトサフを混ぜたものなんですけれども、まあ、桜井総統に教えていただいたレシピやと、もうちょっと黄色寄りというか、赤み控えめなんですけども、やっぱどうしてもね、オキサイドレッド分が強くて、かなりこう、茶色っぽい色になってしまいました。まあ、大量に作ったんで、今後も使っていこうかなとは思ってますけれどもね、もうちょっとこの後、バージョン 2.0 的な色も作りたいなと思っております。
はい。そして本体色の説明。こちら本体色になるんですけれども、こちらはですね、モデルグラフィックス誌で、岡プロが、ニューガンダムを作るときに、作られたカラーレシピを再現したものですね。はい。まあ、岡プロが、クリューさんというね、モデラーさんが作られたニューガンダムの、カラーですね。はい。ちょっとややこしいんですけど。はい。ここで一旦ね、色味のチェックをいたしました。円形マスキングシールを取って、まあ、自作のホワイトと合わせてみたところなんですけども、まずですね、スペリオルウォームグレーと自作の、まあ、ちょっと暖色サフの色味がちょっと、はっきりつきすぎたなっていう、ちょっと反省がここであったのとですね、本体色も間接色も差し色も全部暖色っていう、状態で、ちょっとこれは、味気ないなと思ったので、差し色というか、関節の色を変更することにしました。で、使ったのが、先ほどの円形マスキングシールの、残りの部分ですね。はい、これだからその円の部分も、その周りもですね、使えるようになっていますので、はい、円のモールドの部分以外をマスキングで隠すことで、再度マスキングと、はい、二度手間、とんでもない二度手間でございますけども、これを先ほどのパーツすべてにやりました。で、スペリオルウォームグレーの代わりに塗ったのがこちらのダークシーグレー。はい、塗り直した結果がこちら。はい、まあこれぐらいの色の違いがちょうどいいかなと思って、おりますので、まあいい感じになったんじゃないかなと思います。はい、続いては、それ以外の色ですね。はい、今回の、まあちょっとテーマの一つでもあります、カラーリングの部分。はい、まずは赤なんですけども、こちら左の瓶の赤はですね、前作のゴッドガンダムで、使った赤の残りです。はい、この赤をベースに、ピュアホワイトとイエローを混ぜました。よりパステル調になるために、明度を上げていきました。はい、黄色の部分はこちら、オレンジイエローとピュアホワイト。これは前回のゴッドガンダムと変わらないんですけれども、こちらも白の割合を多くして、よりパステル調、薄いね、明度の高い色にしてみました。はい、ゴッドガンダムを並べながら拭いているところですね。はい、ゴッドガンダムよりも確実にちょっと明度を上げていこうと。で、さらに黄色と赤の明度のね、バランスをちょっとこう見ながら吹き付けました。はい、続いてはブルー。はい、こちらもレシピとしては一緒ですね。コバルトブルーに蛍光ピンク、そしてピュアホワイト。はい、なんですけれども、これもホワイトの比率を増やして、よりパステル調になるようにしました。はい、でですね、こういろいろこう組み立てながら、ジェミナスを作ってたんですけれども、なんかね、作っていくうちに、色をちょっと変えたいなというふうになってきましてですね。まあ、もともとジェミナスはかなりこう、ポップな色合いで、まあ、それはそれでかっこいいんですけれども、ちょっと子供っぽすぎる配色が、ちょっと目立つ部分もあるかなと。はい、肩のフレームカラーが赤でですね。で、そこに白と青が隣接するっていう。まあまあ、ウィングガンダムゼロと同じ配色なんですけども。結構派手なんで、ちょっと地味にしたいなと。はい、いうふうに思ってて、どうしようか悩んでいたところですね。はい、まあ、コンセプトが近いモビルスーツで、F90 っていうね、いう、まあ、宇宙世紀のモビルスーツなんですけども、あのカラーリングかっこいいなっていう風になってきて、そのカラーにしようという風に、ちょっと途中で、ちょっと気持ちが変わりまして、はい、そういうカラーリングを目指しました。はい、その結果ですね、今見ていただいてる、カラーリングのためにですね、ちょっとマスキングの工程を1個増やしております。はい、まあコックピットハッチっぽい部分をまず赤で塗ってから、そして本体色の青塗るという形で塗っております。はい、まあちょっと口述するんですけども、腹部はアレンジを効かせております。腹部は真っ白で、塗っております。はい、というわけでこんな配色になりました。
はい、まあ、オーソドックスなガンダム、まあ、アレックス GP03 とか、その辺のカラーリングでね、色の数というか配置自体は抑えられてるんですけれども、何回か塗り直してるんでですね、まあ、見た目以上に時間のかかったモデリングになってしまいましたね。はい。で、ここからですね、最後の仕上げとして、墨入れ。はい、このキットはね、ディテールが細かい部分がたくさんあるんで、はい、墨入れのしがいのあるキットでございますけども、墨入れと、あとはシールですね。はい、今回はシールも併用させていただこうと思いまして、胸の、まあ、センサーっぽい部分とかは、シール使わせていただきました。で、こちらの、まあ、あの、ジェミナスのデザイン的にですね、デュアルセンサー、目の部分が黄色なんですけども、ちょっとここは黄色よりも、ブルー系、ブルーグリーン系が、今の色に合うかなと思ってですね、シールの余白の部分をデュアルセンサーの形に切り出して貼り付けました。はい、左右対称するの結構大変でしたけども、まあ、いい感じに、緑色の目になってくれたなと思います。これで全ての作業が完了です。はい、というわけで完成いたしましたので見ていただこうと思います。こうなりました。どうぞ。よいしょ。はい、 HG144 分の1ガンダムジェミナス01 F90 カラーのビヨンドグローバル風ということで、はい、完成いたしました。はい、最初はね、ちょっと派手すぎる配色をシンプルにするためだけにね、配色変更しようと思って出て、まあ、どういう風にしようかななんて考えてたんですけれども、まあ、あの機体の特徴的にもですね、F90 っぽくぽいなと思いましたので、 F90 っぽくしたらかっこよくなるんちゃうかと思って、こう、まあ、途中で変えたんでですね、まあ、色を塗り直す箇所ね、型とかね、色を塗り直したりとか、あとはもともと単色やった部分を、まあ、2色に塗り分けたりとかしてですね、まあ、ちょっとお手軽フィニッシュのつもりで、考えてたんですけれども、意外とですね、楽しく、かっちりやらせていただいた感じになりましたね。今回関節の色をね、複数の色で塗り分けるっていうのをやってみたくて、それもね、やってみたんですけれども、一回、明るすぎたんで、明るい方の色が明るすぎたんで塗り直してみたんですが、まあ、この機体のカラーリングが最終的にかなりポップになったんで、もしかしたら明るい方の色でもそんなに違和感なかったかもしれないですね。で、あとはですね、F90 カラーにしたいと言うてたんですけれども、胴体の部分はアレンジで白くしました。はい、これはね、F90 がもう青、単色というか、はい、胴体のほとんどが青で、ポイントポイントに色がついてるっていうようなデザインなんですけども、ガンダムジェミナスで青一色にしてしまったらちょっと地味になるかなと思って、ここだけアレンジ。ですかね、ここだけじゃないな、ここだけじゃないんですけども、腹部は白くアレンジさせてもらいました。はい、GP04 っぽい色になったかなとも思いますよね。 F90 もしくは GP04 カラーみたいな、感じのジェミナスになりました。はい、リアビューはこんな感じでございます。ガンダムジェミナス非常にド派手なバックパックを背負ってたんですけれども、それをまあバックパックカラー一色でね、塗ってしまいました。ここに関してはちょっとね、まだちょっと地味すぎるかなと、はい、ちょっと天の弱なんですけども、今回は次はこれを地味に塗りすぎてしまったなという謎の反省が起こってしまってるんでですね、まだちょっと正解、自分の中での正解がちょっと見えておりませんが、はい、今回はこのようにさせていただきました。まあ、黄色い部分がアクセントになってくれてるかなっていう感じですかね。はい、明度を上げて彩度を落とした空気遠近っぽい2作ガンプラ40周年を記念して作られたガンダムビヨンドグローバルをちょっと並べてみました。はい、真ん中のゴッドガンダムに関してはですね、桜井総統に、ちょっとアドバイスをいただいて作らせていただいたんですが、やっぱりですね、朝食はうまいこと言ってるなと思ってもですね、しっかり、実際に塗ってみるとですね、思ったより、サイドがね強いというか、
はい、ちょっとパキッとした色が、勝ちすぎて空気遠近っぽくなかったっていうのが、まあ、反省でありましたので、今回はさすがにちょっとねそこのハードルは超えたいなということでだいぶ明度を上げて、塗ってみました。で、本体色の、塗り方はですね、全然違うのでもう比較できないんですけれども、まあ、どっちも好きな感じで、塗れてるんでいいかなと思います。はい、ビヨンドグローバルは確かね説明書を読んだらセールカラーと白を、まあ、混ぜたような、ウォームホワイトなんですけども、今回の、ジェミナスの方に使ったやつはあれですね、クリューさんのニューガンダムのレシピを、岡プロが真似られた何年か前の10年ぐらい前のモデルグラフィックスにあったレシピを参考にしました。僕がプラモデル部に、まあ、入った時に作らせていただいた作品の塗料がですね、実は結構余っていたんですね。それをさらにそこから、白を足して明るくしたものですと。はい、まだまだこの色残ってるんでね、この色僕の作品でよく見るかもしれません。はい、というわけで今回の制作いかがでしたでしょうか。はい、空気遠近っぽい塗り方をね、マスターしたいっていうのの第2弾とですね、関節をこう複数の色で塗り分けたいという、まあ、2つの目標を持って今回作らせていただいたんですけれども、やっぱりですね、ちょっと単純な練習というよりはやっぱりこうジェミナス自体がね、かっこよくて、こうしたいああしたいというのが思い浮かんでしまってですね、最終的には F90 カラーというね、まあなぜかそういう着地になってしまいましたけども、はい、まあ楽しく作らせていただくことができました。まあまあちょっとね、この感じの色味はまた今後もね作品、作っていきたいと思っておりますので、ちょっとね、まあ参考になるかはわかりませんけども、こんな実験結果になったよということをね、まあ楽しんで いただけたらと思います。というわけで今回の動画はここまで。もしいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。あと自分のチャンネルアイバーもねチャンネルやってるんで、もしよかったら遊びに来てください。というわけで大阪支部長アイバーでした。